とめクイズ。今説明をさせてもらいます。若干コンパクトにマーサル XG の使い方を明示で。よしよし。はい、じゃあマグバイト2023年の新製品、バサロ XG の説明をさせてもらいます。バサロ XG は、その前身でもあるバサロ HD と比較して、若干コンパクトにまとめました。ちょっとあの動画とかね、写真だとなかなかイメージしづらいと思うんですけど、実際に物を見てもらって、あの比較してもらったら、あ、すごく小さくなったねって大体の人に言われるんで、まあ、わずかな差ですが、かなりあの魚から見たシルエットをコンパクトにまとめるっていうコンセプトで作ったのがバサロ XG です。でなぜコンパクトにまとめたかっていうのは、あの、まあ、昨今の、あの根魚ゲームはハイプレッシャー化がねどこも進んでるんで、今まではね派手なあの、まあ、派手な大きなシルエットであの見せて釣るっていう釣り方が強かったと思うんですけど、最近その釣りをやってて、あの若干ちょっとコンパクトにまとめた、まあ、シルエットを小さくしたいっていう思うシチュエーションが増えてきたんで、でそのタイミングで、まあ、ちょっとバサロシリーズ、あの初代バサロが出て9年目になるんですけど、ちょっと新しいバサロを作ろうじゃないかという打診がありまして、その時にまあ頭の中にスッと浮かんだのが、ちょっと今までのバサロ HD よりもワンサイズ、まあ、一回り小さく見えるサイズ を作ることができないかっていう。でまあそういう造形なんか自分全くできないんで、まあ、バサロ HD よりもコンパクトなサイズにできないかっていう、あのこちらの要望を受けて、あのマグバイトが形にしてくれたのがバサロ XG です。でもうバーサル XG 見た瞬間に、あ、これもう大丈夫っていう、まあ安心感というか確信があったんですけど、まあ実際釣りしてみて、まあそれも確信がね正しかったっていうのも実証できたんで、でとにかくまああのコンパクトにまとめたってことで、まあ先ほど言ったようにあのシルエットが小さくなった、でまあ魚に対するその違和感を与えにくくなったっていう部分もあるし、であのキャストした時 の飛行姿勢の安定化、バーサル HD の場合ちょっとね、空気抵抗をはらむというか、で、飛距離がちょっとあれれって落ちる時あの瞬間があったんですけど、バーサル XG に関しては、そういう違和感っていうのがね、あの飛距離のストレスっていうのがなくなったんで、まあ、気持ちがいいぐらいスコーンと飛んでいきます。まあ、感覚的になんですけど、実際距離を測ったわけではないんですけど、バサロ HD の 40g を投げる感覚で、あのバサロ XG の 30g がぶっ飛んでいくっていうような感じ、イメージとしてそういうイメージです。非常にストレスなく飛んでいきます。で、まあ、コンパクトに仕上げたので水の抵抗、まあ、バサロ HD の場合はですね、わざとあの背面というかボディの底の方を広く保つことで水を受けてゆっくり沈む、そういうイメージで作ったんですけど、 XG の場合は今度は逆で水を受けないようにして、まあ、ストレートにスコーンと沈んでいく。で、まあ、そのスコーンと沈むのがね、あの状況によってはそのハイプレッシャーかなのに早く沈んだらダメだろって言われる方もおられると思うんですけど、そういう時はリグを軽くする、でリグを軽くすることで、まあ、スローに落とすと、まあ、一応リグの展開が 20g、30g、40g、60g とあるんで、まあ、大体、まあ、自分の場合は 40g を基準にして、で、ゲームメイクするんですけど、まあ、まだちょっとね、XG 使い始めてちょっと間がないんで、まあ、やっぱり40をついてに取ってしまうんですけど、なんかそのうち30をメインにしてしまいそうなぐらいの感覚、40を使う自分が30をメインにしてしまうような、ワンサイズ小さいサイズで十分いけるんじゃないかって思ってしまうぐらいのリーグになってますね。まあ、あのフロントのサブワイはなくてもいいかなという感じで今回は排除してます。じゃあ、バサロ XG の使い方を説明します。まずは、まあ、広範囲を探るっていう意味でもうフルキャストでとにかく遠く、
まずは円通して着水で、まずはボトムを取ると。ボトムへ着きました。でボトムへ着いたらラインスラック余分なものを取ってから、ロッドを煽るリールを巻くを1セットでだいたい 3,4 回ぐらいを基本に、で止めたら今度はテンションフォールで、ボトムへ着きました。ですぐ次のアクションへ移行。基本的にはこれの一連の繰り返しになります。でボトムつきました、でアクションでテンションフォール。竿はちょっと縦気味にしてた方がいいですね。横にするとせっかくあのスイミングで浮き上がらせたいのに、竿を低くするとあのリグがあんまり舞い上がらない状態になるので、まあ、それはそれで釣れる時もあるんですけど、基本的には竿をちょっと縦気味に、常に縦気味にしてちょっと舞い上げるようなイメージで。よしよし、食ったこれもなかなかいいサイズだよ。あ、でもカサゴだ。あ、カサゴじゃない、アコ失礼、アコでしたまあ30センチちょっと、約30センチ、まあ島根サインエリアではまあアベレージになるサイズですね。まあこのくらいでもね、釣ってすごくよく引くんで楽しいです。一瞬40アップかと思いましたけど、なかなかのナイスファイターでした。